リーはアメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント出身の元プロ野球選手、一類種、ウトウミギウチ。父親は日本プロ野球でも活躍したレオンリー、おじはレロンリーである。子供の頃は日本プロ野球ロッテオリオンズ等で活躍した父親、レオンと一緒に10年ほど日本に住んでいた。東京都世田谷区及び、 神奈川県横浜市のインターナショナルスクールに通いながら暮らし、ロッテの本拠地、川崎球場で球団関係者と鬼ごっこするなど遊んでいた。その後アメリカ合衆国に戻り、カリフォルニア州サクラメントのエルカミーノファンダメンタルハイ、スクールに進学。バスケットボールに熱中していたこともあったが、それでも家に帰れば、父と一緒に野球の打撃練習をしていたという。 1994年のドラフトでサンディエゴ・パドレスから一巡目指名され入団。1995年1996年と2年連続でパドレス参加マイナーリーグの最優秀選手に選出された。特に1996年は AA 級サザンリーグでも最優秀選手に選出されており、ベースボールアメリカの有望株ランキングでもアンドリュー・ジョーンズに次ぐ2位となった。 1997年4月28日にマーリンズ戦でメジャーデビューを果たす。同日から5月12日までメジャーに在籍し、その後一旦はマイナーに降格されたが9月2日に最昇格、経営22試合に出場し打率、259という成績を残した。シーズン終了後の12月、ケビン・ブラウンとのトレードで他に選手と共にデビュー戦の相手だった。 フロリダ・マーリンズに移籍。以後6年間在籍することとなる。移籍1年目の1998年は17、本塁打、74打点を記録。新人王受賞資格を持つ選手の中では、打点はリーグ2位、本塁打は、同3位の高成績だった。続く1999年は、試合出場数が70にとどまったが、2000年には158試合に、 出場して打率281.28 28本類が70打点を記録した。2002年には球団史上2人目となる全試合出場を達成し、打率270.27本類が86打点という成績を残した。2003年にはチームの中軸として自身初となる30本類が20盗塁を記録。この年に これを達成したのは、リーの他には、アルフォンソ・ソリアーノしか司会内。マーリンズは、ワイルドカードとして、ポストシーズンに進出し、ワールドシリーズに出場。同シリーズでもヤンキースを4勝2敗で下し、世界一となった。リーは、リーグ優勝決定戦で打率。188オプス、579、ワールドシリーズでは打率。 208オプス、448と不審に陥ったが、自身初の世界一を経験した上、シーズン終了後には、ゴールドグラブ賞も初めて受賞した。しかしその後、低予算球団のマーリンズは、年俸総額削減のために、D をトレードでシカゴカブスに放出した。D は移籍直後、カブスと3年総額2250万ドルという、新たな契約を結んだ。 遺跡1年目の2004年は開幕直後からスランプに陥り3.24月の月間打率が233と低迷したため、西広し渡るのままの方が良かったという声も出たが、次第に調子を上げて雑音を封じた。シーズン終了時には本類打は2年連続で30の大台を上回り、自己最高となる39二類だ、98打点をマークしていた。 2005年は前年から一転して開幕から好調。4月の月間 MVP に選出され、4月6月は4割を上回る月間打率を記録。オールスターにも初めて選出された。最終的には打率335で首位打者のタイトルを獲得し、二塁打もリーグサイトの50本を記録。シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を同時受賞した。 MVP 投票でも3位になった。翌2006年3月には国際大会の第1回ワールドベースボールクラシックにアメリカ合衆国代表の一員として出場。二次リーグの日本戦で清水直行から同点の2点本塁打を放つなど4試合で3本塁打、8打点の活躍を見せた。WBC が終了し、 MLB レギュラーシーズンも開幕していた4月11日には、この年が最終年になっていた契約を破棄した上で、新たに5年総額6500万ドルの大型契約をカブスと締結している。しかし、その2週間後のドジャース戦で、ラファエル・ファーカルと衝突し、手首を骨折。長期欠場を余儀なくされ、この年の成績は打率。286.8本塁だ。 30打点に終わった。2007年には150試合に出場し、2度目の打率3割を記録するなど復調。オールスターにも2度目の選出を果たすなど活躍した。ただ1番2番の打者がチャンスメーカーとして機能しなかったため、得点圏打率364とチャンスでよく打ったにもかかわらず打点は82にとどまっている。2008年は、 前年を超える90打点を挙げたが、7月以降は、本塁打をわずか5本しか放てず、シーズン通算でも20本に終わった。2009年は4年ぶりの30本塁打、100打点を記録。オプス972もリーグ4位と、2005年以来の打撃好調なシーズンとなった。5年契約最終年の2010年、7月20日の、 時点で43勝52敗と負け越していたカブスはリーのトレード交渉を進めた。結果、ケンドリー・モラレスを故障で書き一類一種の補強を目指していたロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとカブスとの間でトレードが合意に達する。ところがこれをリーが承諾しなかったためトレードは成立せずに終わった。エンゼルスへの移籍を断った理由についてリーは家族も僕も シカゴの街が気に入ってるし、チームメイトにも恵まれてるからと説明した。それでもカブスは打球団との交渉を継続させ、8月18日に、今度はマイナー3投手との交換で、アトランタ・ブレイブスと取引成立。今度はリーも、シーズンが残り6週間の時点でブレイブスは首位にいる。彼らのプレイぶりは、素晴らしいと遺跡を受け入れた。ブレイブスでは39試合で打率。 287オプス、849とカブスにいた時より打撃成績を向上させた。チームは順位を一つ落としたものの、ワイルドカードで5年ぶりのポストシーズン進出を決める。だがジャイアンツとの地区シリーズに1勝3敗で敗れ、ワールドシリーズまで進むことはできず。リーもティムリンス・カムラ・ジャイアンツ協力投手陣の前に、第2戦を除く3試合で無安打に封じ込まれた。 シーズン終了後に FA となり2011年1月6日にボルチモアオリオールズと1年725万ドルで契約。前年のチーム総得点がアメリカンリーグ14球団中13位という少なさだったオリオールズは D の他にもブラディミール・ゲレーロやマーク・レイノルズらを補強して打線の強化を目指した。しかしこの年、 リーは前半戦終了時点で70試合に出場しながら打率235.9本塁が28打点、オプス666と定調で、オリオールズもその時点で36勝52敗の東地区最下位だった。7月30日、オリオールズがテキサスレンジャーズからクリス・デイビスを獲得すると、同じ一塁一種のリーはデイビスに押し出される形で、 ピッツバーグパイレーツへトレードされることになった。オフに FA に。その後、2012年は FA のままどこの球団にも所属しなかった。2013年に現役引退を発表した。2017年にアメリカ野球伝道の非投票資格を得たが、一票も得られず資格を失った。スコット・ローレンやデレク・ジー・ターラと共にベースランニングのうまい選手でもある。 守備面ではゴールドグラブ賞を3度獲得している。2006年シーズン終盤に娘のジャーダがレーバー先天ク黒内賞を患ったことで失明の危機にあることが判明し残り13試合をすべて欠場した。その後 NBA ボストンセルティックスの共同オーナーを務めるワイクリフ・グラウスペックらと共に同病を根絶させるためのプロジェクト3000という事前事業を立ち上げた。 当時のチームメイトであるマイケル・バレットは5万ドルプラス1本類だにつき1万ドルの寄付を、ライアン・デンプスターも5万ドルプラス1セーブにつき1000ドルの寄付を、それぞれ発表して、リーに協力している。ありがとうございます。